カンマリコは日本の第99代内閣総理大臣である菅義偉の妻。静岡県清水市で生まれる。両親は食料品卸会社を経営しており、缶詰や飲料水などをスーパーマーケットに卸していた。地元の公立中学校には進学せず、静岡大学教育学部付属静岡中学校に進学。中学校ではバレーボール部に在籍した。 中学校卒業後、静岡県立清水東高等学校に進学。高校では、弓道部に在籍した。高校卒業後、静岡女子大学に進学。衆議院議員であった、おこのぎ彦三郎の自宅にて、家事手伝いとして住み込みで勤務した。この頃、おこのぎの秘書を務めていた、菅義秀と知り合い、結婚した。 吉秀が1987年の横浜市会議員選挙に立候補し、初当選を果たす。以降、政治家の妻として吉秀を支える。なるべく目立たないように留意しており、兵舞台に立つことを避けている。吉秀の事務所には、選挙期間中しか足を踏み入れないが、期間中は最初に出勤して、事務所の前を掃除しているという。 選挙演説などでマイクを握ることも稀だとされるが、吉秀が不在の場合に代理で挨拶する機会もあるという。吉秀が自民党総裁選に立候補を表明した記者会見で締めた青色の勝負ネクタイはマリコ夫人がプレゼントしたものだった。2020年10月、菅首相の初外遊となったベトナム・インドネシア訪問に同行して外交デビューし、 首相夫人同士の懇談などに臨んだ。2021年6月、イギリスコーンウォールで開催された G7 サミットに同行し、2日目の夕食会のバーベキューでは、ボリス・ジョンソン首相のキャリー夫人と2人で会話をする様子があった。また、菅首相が韓国のムンジェイン大統領と会話をした後、文大統領夫妻とマリコ夫人だけで会話をする場面もあった。 2021年 G7 サミットでのボリス・ジョンソン A 首相夫妻と韓夫妻中国の環球時報は、吉秀の内閣総理大臣就任直後に一面で伝え、さらに特集を組むほど注目したが、本人は就任前まで表舞台に立つことはなかった。1987年、吉秀が横浜市会議員に初当選して以来の付き合いのある、 横浜市会議員の田野井和夫はマリコを表し、自分の脇前を踏まえ、清楚で笑顔が素敵な女性で、挨拶は大の苦手だが、いざという時にはしっかりと充実したスピーチができる、などと発言した。中学校時代の教師は、出しゃばる方ではないが、真は大変強い。夫にアドバイスができる。ただただ使えるというよりもいいパートナーになれると表した。また、 表舞台に立つことが少ないので、メディアが写真を探すのも大変だったと伝えられる。ただ、即位の例、内閣総理大臣夫妻主催版3回では、白のスーツに真珠のネックレスをつけて、吉秀の後ろを歩く姿がメディアに捉えられていた。吉秀の番記者の前田洋平が国会で偶然顔を合わせたものの夫人だとは気づかなかったほど、控えめだったが、その際には、 官が大変お世話になっていますと挨拶されたというエピソードがある。吉秀自身は民放テレビ番組において総裁選立候補に、際して一番の難敵はマリコだったと発言した。目立つのが嫌だという理由からだが、官房長官就任時にも一文弱あり、吉秀が官房長官皇帝に住もうとしたところをマリコが嫌がったという。ありがとうございます。